はい、黒沢先生です。先生は今どこに来てるでしょうか。群馬県吾妻郡嬬恋村のキャベツ畑の前に来ています。これみんなキャベツですよ。ここまで続いてます。嬬恋村のキャベツの美味しい秘密はいくつかあります。嬬恋村は標高700から1400メートルの高原地帯にあります。6月から9月の気温が15度から20度と涼しく、キャベツを育てるのにとても適した温度です。また年間の雨の量が多い村なので、たくさん水分が必要なキャベツを育てるのにとても向いています。標高が高く、朝と夜の気温の差が大きいことで甘く美味しくなり、高原の朝露のおかげでみずみずしいキャベツができます。さらに浅間山などの火山に囲まれていて、火山灰を含む排水の良い栄養豊かな黒い土が畑に多く、キャベツを育てることに大変向いています。以上のことから嬬恋キャベツはとても美味しいキャベツなのです。もともとこの嬬恋村は火山から火山灰が降り積もった土地だったので、作物は育ちにくい土地でした。しかし嬬恋村の人々が土地を改良したり、栽培方法を工夫したりすることで、今では高原野菜の生産が盛んな土地になったのです。この土地の特色を生かして、嬬恋村では夏でも涼しい気候を利用した緑性栽培を行っています。平地では春や冬に採れるキャベツを夏から秋に収穫しています。他の産地と時期をずらすことで高い値段で売ることができているわけですね。採れたキャベツはこのように箱詰めされて全国へと出荷されます。一面キャベツ畑です。ぐるーっとキャベツが並んでます。キャベツ畑の中に入ってきました。一面キャベツなのでほんのりキャベツの香りがします。ビデオ越しではこの香りを伝えられないのが残念です。以上、黒沢先生が群馬県吾妻郡嬬恋村のキャベツ畑からお送りしました。ではまた。